全ジョージアのカトリコス総主教、イリアニセイエチオピアの総主教、カトリコス、アブネパウロスカトリコスは、東方教会における主教の位の一つ。アルファーシータラムダイオタカッパは、新約聖書時代のギリシア語でも現代ギリシア語でも、一般的なといった意味を持つ形容詞でもあり、さらには、行動の教会に言及する際などにも用いられる、語彙であるが、本校では、 東方教会における職位を扱う。カトリコスは、特定教会組織の主座主教、もしくは重要な教区の主教が保持する称号である。総主教くらいと組み合わせて保持されるケースもあれば、単独でカトリコスという称号のみを有する場合もある。聖教会では、グルジア聖教会のグルジア総主教がこのタイトルを有している。非カルケドン派であるアルメニア使徒教会。 シリア正教会、エチオピア正教会にも、カトリコスの称号を有する主教が存在するほか、東方天霊カトリック教会、アッシリア教会にも、カトリコスの称号を有する主教が存在する。このうち、カトリコスと、宗主教の称号が組み合わせて使われているのは、正教会のゼングルジアのカトリコス宗主教と、非カルケドン派のエチオピアの宗主教カトリコスである。 ありがとうございます。